誰？そこにいるのは、また、未来を見てしまったの。あなたは誰？何を伝えようとしてるの？待って、せめて、顔だけでも。ここは、どこ？何があったの？だから今は逆に、自分の夢の中にいるってこと？何もないけど。そうだよね。疑似時間結晶から生まれた私の行動の仕方は、まるで人間が夢を見ているようなものなんだから。だから、私を夢に閉じ込めても、新しい夢は見れない。だって、私はただの物語の記録者で、創造者ではないから。それより、ここから脱出する方法を早く見つけよう。メイちゃんたちはどうなったのかな？でも、私がこの前見た未来だと、彼女たちは無事脱出してるはず。うん、違う。何か、とても大事なことを忘れてるような気がする。暗い。このままじゃ、何も見えない。どうやって脱出すればいいの？何？誰が何をしたの？偶然かな？やっぱり、早く出口を探そう。私の夢って、こんな風になってるんだ。どうして？よし、続けて進もう。広い。私の存在に関わる物語がないからかな。本当に悲しい発見だね。おかしいね。こっちも阻まれてるなんて。あれ？どういうこと？ダメ。全然心当たりがない。おかしいよ。なんでここに崩壊獣がいるのかな？ここは私の夢じゃなかったの？まあいい。考えてる余裕なんてないよね。まずは、戦おう！一体、誰？まあいいや。それより、引き続き出口を探そう。どっちへ進もうかな。やっ！エイマー！はっ！はっ！
前方危険、非戦闘員は撤退せよ。違う、こっちでもない。エイマーハッフッドセイジャナーヘイフッエイマーハッカッセイエイマーヘイフッフッヨッハッフッハッエイマーヘイヘイフッド。なんだか妙な直感が働いたかも。うん、これはまるで誰かが直接意識に話しかけてるみたい。この先が出口だよね。ありがとう。さっきからずっと案内してくれてるよね。あなたはずっと私たちのことを見てる。そうでしょ？わかりやすいヒントだったしね。私の存在のあり方は特別だから、この世界の異常をより感じやすくなってるの。それで、あなたが時間なの？私が見たのは、あなたの目に映る物語だよね。誕生した瞬間から、私の目に映る世界は、並行する無数の時間に切り分けられてる。果てのない時間の中で、私は数えきれないほどの過去と未来を経験して、数えきれないほどの似たような物語を見届けてきた。物語はそれぞれ違い、長いものも、短いものもあった。あるものは月下美人のようにすぐに消えたし、あるものは小川のようにより遥かな未来へと通じていた。唯一変わってないのは、私が注目してきた、ずっと見守ってきた物語の未来なんだ。最近になってようやくわかったの。こういう時間は誰かのためだけに存在するって。一人の人間が加わるたびに、物語に新しい輪廻が生まれる。その人は、私と同じく、物語の一部始終を見届け、より遠い未来を見てみたいと思ってる。その人が選択するたびに、物語は少しずつ書き換えられて、その人だけの表情を見せる。それは、あなたなの？あるいは、あなたたち、なの？やっぱりね。こんにちは。時間の起点と終点。すべての物語の起源。まさか、あなたたちとこんな形で会えるなんて。今まではずっと物語の見届け人として、数えきれないほどの過去と未来の可能性の間をさまよってきた。でも、そういったすべての生存者に会えるなんて、思ってもみなかったよ。本当に、感動できるシーンだよね。そして今、あなたたちがここに現れたってことは、私が見たあの未来は、もう手の届く場所にある。そうだよね。彼女たちの物語を見たら、見て見ぬふりをする人なんていないって知ってたよ。だって、それは長くて美しい物語だからね。何も知らなかった少女は、つまずきながらも、数えきれないほどの笑顔と涙を経験して、やがて、頼もしいバルキリーになっていった。お疲れ様、よくやったねって言ってあげたいでしょ？そして、こう伝えたい。うん、
そうだね。どうやら私はやっぱりあなたのために生まれた命みたい。ありがとう。あなたと一緒にいた長い物語もやっと思い出せたよ。ありがとう。今度はあなたが私を案内する番だよね。あなたはあの時漁師の海にいた。どいて。あなたは何者なの？もう一人のゼーレに今のあなた。はじめまして。あなたの勘は鋭かったよ。私がここに属さないって気づいたなんて。でも心配しないで。悪意はないんだ。私に呼びかけるあなたたちに気づいたから、ここに現れることができたの。そして、あなたたちの呼びかけのおかげで、私は夢の檻から解放されたんだ。だから、恩返しとして喜んで助けてあげる。あ、そうだ、テレサ学園長が。問題ないよ。彼女のすべてを夢で見たから、彼女は大丈夫。でも、確かに助けが必要だと思う。さあ、一緒に彼女がまだクリアしてないことをやり遂げよう。怖がらないで。これはちょっとした移動技術だよ。ただ、虚数空間でしか力を発揮できないから、あなたたちの役にはあんまり立てないんだ。大丈夫。気を失ってるだけよ。お疲れ様、テレサちゃん。後のことは、私たちに任せて。力尽きても。あなたは人間たちの夢を守ってたんだね。本当によかった。あなたはやり遂げたよ。たとえ彼らがこういったすべてを感じ取れなくても、本能は、未来への憧れは、やがてこの世界に新たな奇跡をもたらす。彼らが私に授けたこの力のように。ボサ頭、成し遂げたわよ。早く、早く虚数空間にいるキアナたちに連絡を取って。終焉の眉の座標が分かったわ。